ございます。ミクとバトコーヒーの時間となりました。はい、感謝いたします。今日は土曜日ですね。ちょっとコーヒーをいただきます。はい、時間は今日8時45分出勤で6時15分ですね。時間そうないですね。はい、湿度は、75% で、これ28度超えましたですね。はい、ちょっとコーヒーを、昨日はちょっとユンタクライブでそのまま寝込んでしまったですね。今日も明日からはちょっとお休み、5連休ですけど、今日土曜日ですね。はい、頑張って今週も、はい、素敵な、聖句ですね。はい、詩篇の56編の13節、それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。詩篇56編の13節、アーメン。はい、信仰生活は神の御前を歩むことです。神様を知らないと他人の目を意識して生きるようになります。それは人の前を歩む生き方です。人によく思われようとして不自由になります。すべてを知っておられる神様の前に隠し事もなく正直に生きることが自由な生き方です。今日の祈り、主よ、今日もあなたの前を歩みます。私を見守り、間違いがあったら教えてください。はい、アーメン、感謝いたします。はい、素敵な教会の暗唱聖句です。これは創世記12章の、2節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。創世記12章の2節。はい、アーメン、感謝です。はい、この命のパン、御言葉のパンですね。最初に英語、ワンチョリニス29:17-17、I know my God, that you test the heart and my our place with integrity. 1 Corinthians 29:17. Okay, thank you. はい、第一歴代史29:17。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。第一歴代史29:17。はい、アーメンです。最後に、英語でイングリッシュで1 Corinthians 29:17、 I know my God that you test the heart hour and bless it with interest. はい、サンキュー。コーヒーを、少し飲みます。今日はどうもですね、もうだいぶ日も明けてセミが鳴き出しました。今週も今日までですね、感謝いたします。はい、御言葉とコーヒーでした。マサトの、おはよう、御言葉とコーヒーでした。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。次回御言葉とコーヒーでお会いしましょう。マサトでした。シャロム、シャロム、シャロム。